今日、値上げの夏がやってきましたスーパーではパンや小麦粉などが相次いで値上げです山崎製パンは食パンや菓子パンなどを今月1日出荷分から平均7%値上げまた富士パンは食パンをおよそ7.7%菓子パンを最大でおよそ 11%1 日納品分から値上げしました 輸入小麦ののの政府売り渡し価格がが引き上げられたことに加え油や卵ななどど原原材料費の高騰などが原因です消費期限が短いパンは在庫の保管ができないためすぐに店頭価格に反映されるということですかなりの数が、まあ、あの値上げになったというようなところでやっぱりお客様にご迷惑がかからないかというところが、まあ、一番心配しているところです パンは年中よく売れる商品のため今後の売れ行きに影響が出ないか心配が募ります一方こちらは安来市のベーカリー北海道産小麦を使っていますが輸入小麦の高騰を受け今年に入ってから 国産小麦粉も二度にわたり仕入れ価格が上がり仕入れ値は1.3倍になりました皆さんがわかりやすいもので言ったらバターまあ乳製品系はもう上がっていますバターなどの乳製品は値上げプラス品薄状態乳化しにくい状態が続いています原料が上がると結構つらいですけど今の状態をキープしてもらえれば お店自体も継続していいけるのかなっていうのは思ってますこのベーカリーの売りはリーズナブルな価格企業努力でオープンから販売価格を据え置くものの今後も値上げが続けば商品の値上げや価格はそのままでのサイズダウンなど検討せざるを得ないということです